ールデンワンゲームパス、たくみしいなの XBOX チャンネル。こんにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしいなです。今回は今後2022年中に XBOX で発売予定の最新作をご紹介します。しかも今回紹介するゲームはすべてデイワンゲームパスに対応するタイトルとなっています。デイワン、つまり発売日初日から XBOX ゲームパスに入るタイトルばかりということですね。秋、冬、そして年末と XBOX ではどんな最新ゲームが発売されゲームパスに入るのか、ぜひチェックしてみてくださいね。それではどうぞ。プレイグテイルレクイエム、2022年10月18日発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。 XBOX シリーズ S とシリーズ X 専用タイトルになっていて XBOX One には対応していません。13世紀のフランスを舞台に不思議な能力を持ちネズミを操ることができる弟くんのユーゴとお姉ちゃんのアミシアの2人の逃避行アドベンチャーゲームのプレイグテイルイノセンスの続編となっています。前作の時点で非常に美しく時には残酷な世界観とゲーム性ですっごく面白かったタイトルで待望の続編となりますね。ものすごい数のネズミが足元でガサガサわらわらと動き回る姿やそのネズミたちを操って敵に攻撃を仕掛ける不気味さは他の作品にはない本作ならではの魅力です。前作プレイクテイルイノセンスは現在 XBOX ゲームパスで遊ぶことができるので続編発売前に遊んでみてはいかがでしょうか。アミシア、ズコーン、2022年10月21日発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。 XBOX シリーズ S とシリーズ X 専用タイトルとなっていて XBOX One には対応していません。ストトア情報によると日本語ありとのことです。奇妙な形や重苦しい空気が漂う悪夢のような世界で展開される独特なホラー FPS アドベンチャーとのことで驚々しくてインパクト満載な世界観ですね。ゲーム内容は迷路のような世界を自由に探索できるオープンエンド型の作りになっているみたいです。初公開は2016年だった本作ですが今年の秋にようやく発売される予定で制作がかなり難航していた様子がうかがえます。この狂気に満ちた感じ私は好みでいいですね。ようやく遊べる日が来ると思うと楽しみです。ペルソナ5ザ・ロイヤルリマスター版、2022年10月21日発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。 XBOX One と XBOX シリーズ S シリーズ X に対応。もちろん日本語も収録されます。いやーついに待望のペルソナシリーズ本編が XBOX に登場ですね。本作ではオリジナル版ペルソナ5ザ・ロイヤルで販売された40以上の DLC を最初から遊べる状態となっていて歴代ペルソナシリーズやメガテンシリーズのコスチュームや BGM などが収録されるとのことです。私ペルソナは4が
が特に大好きで、学生時代に5週遊んだすっごい思い入れがあるゲームなので、ペルソナシリーズ3作品のゲームパス入りがめちゃくちゃ嬉しいです。6月のショーケースをリアルタイムで見てた時に、発表された瞬間立ち上がって叫んじゃいましたね。5のザ・ロイヤルはミプレイなどで、これを機に全力で遊びまくろうと思っています。楽しみー。ハイオンライフ、2022年10月発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。 XBOX ONE と XBOX シリーズ S、シリーズ X に対応。ジャンルはエイリアン FPS で、シャベル銃を強化しながらステージを攻略していくというゲームで、その見た目からしても非常にコミカルな内容となっていますね。このシャベル銃は何種類か存在して、性格や特性は種類によって異なるみたいです。映像を見ていると、なんというか気も可愛い系の見た目をしていますね。動くたびにギョロギョロする目玉がちょっと可愛いかも。好みが分かれそうではありますが、爽快感がありそうなゲームで、私はこちらかなり楽しみな作品です。ガンファイアリボーン、2022年10月発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。トレーラーでは XBOX シリーズ S とシリーズ X の表記しかありませんでしたが、 XBOX ONE には未対応なのかしら。 Steam 版では日本語が収録されているみたいです。 FPS、ローグライク、RPG の要素が組み合わさったゲームで、4人協力プレイにも対応しています。 Steam ではすでに2021年11月にリリースされている作品で、非常に評価の高いタイトルとなっています。アニメ調のキャラやグラフィックで可愛らしいですね。 PV を見た感じではボーダーランズに近いような印象で、フレンドと一緒に遊んだら盛り上がること間違いなしなジャンルですね。スライムランチャー2、2022年秋発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。 XBOX シリーズ S とシリーズ X 専用タイトルとなっていて、 XBOX ONE には対応していません。Steam 版では日本語が収録されるみたいです。2017年にリリースされたスライムランチャーの続編ですね。一人称視点のアクションアドベンチャーとなっていて、可愛らしい見た目のスライムを捕獲育成し、スライム牧場を経営していく一人用のゲームです。ウサギのような見た目のスライムが、くわー可愛すぎる。なんとも癒し系な世界観で、激しいアクションの FPS などの合間に遊ぶのにぴったりな感じのゲームですね。ハローネイバー2、2022年12月6日発売予定。発売日初日から XBOX ゲームパスに入ります。XBOX ONE と XBOX シリーズ S、シリーズ X に対応。 Steam の方では日本語対応されるみたいですね。一人称視点のステルスホラーゲームで、主人公は不審な行動を続ける隣人の家へと潜入し、その実態を暴いていくというストーリーになっています。本作はオープンワールドになっているみたいですね。一人用のオフラインゲームでありながら、プレイヤーから学習をする高度な AI が搭載されていて、時間が経つにつれて隣人がプレイヤーのパターンに適応し、行動が変化していくとのことです。隣人怖ー。
ソーラーアッシュ2022年冬発売予定。発売日初日から Xbox ゲームパスに入ります。 Xbox One と Xbox シリーズ S、 シリーズ X に対応。2021年12月に PS4 や PS5 で発売されたタイトルですが、約1年後の今年に Xbox でもリリースという形になりました。 Steam 版では日本語が収録されるみたいです。ジャンルはハイスピード 3D アクションゲームとなっていて、独創的でセンスの良いビジュアルの世界観を高速アクションで流れるように進めていくような作りになっています。スピードの速いゲームって気持ちよくて楽しいですよね。サマービル、2022年内に発売予定で、発売日初日から Xbox ゲームパスに入ります。 Xbox One と Xbox シリーズ S、 シリーズ X に対応。リンボやインサイダの制作者による新作アクションアドベンチャーゲーム。ストーリーは謎の生命体によって破壊されてしまった世界が舞台の SF アドベンチャーゲームとなっています。 PV からもリンボやインサイドに似た雰囲気を強く感じますね。ワンちゃんがお供としてついてくるのも動物好きには見逃せないポイントです。こういう週末感のある世界観すごく好きなんですよね。発売が楽しみな期待作です。ウォーハンマー 40K ダークタイド、2022年発売予定。発売日初日から Xbox ゲームパスに入ります。 PC 版が11月30日に発売し、その直後に Xbox 版がリリースされる予定とのことで、12月ぐらいになるのかな。ストア情報では日本語は収録されるみたいです。また Xbox シリーズ S とシリーズ X 専用タイトルとなっていて、 Xbox One には対応していません。ものすごい数の派生作品が出ているウォーハンマーシリーズですが、本作は一人称視点の最大4人で楽しめる協力型アクションアドベンチャーとなっています。敵の大群を銃や武器などで倒していくのは爽快感があって、フレンドと協力し遊ぶと盛り上がりそうですね。アトミックハート、2022年内発売予定。発売日初日から Xbox ゲームパスに入ります。Xbox One と Xbox シリーズ S、シリーズ X に対応。Steam 版では日本語が収録されるみたいですね。架空のソ連を舞台にした FPS で、襲いかかってくるロボットやミュータントたちに対し、遠距離と近距離、スキルなどを用いた様々な武器で戦っていくようなゲームとなっています。とてもスピード感のある戦闘が楽しめそうですね。また戦闘のシステムにはソウルシリーズの要素も取り入れられていて、武器のアップグレードやクラフトなどの要素も含まれているとのことで、 FPS もソウルシリーズも好きな私としては楽しみな作品です。パーティーアニマルズ、2022年内発売予定。発売日初日から Xbox ゲームパスに入ります。 Xbox One と Xbox シリーズ S、 シリーズ X に対応しています。2021年の E3 Xbox ショーケースで発表されたタイトルですね。子犬や子猫、アヒル、ウサギといった動物たちが激しく戦う対戦アクションということで、いやーパーティーアニマルズやばいでしょう。
めちゃくちゃ楽しそうだよ。ヤングビーストに似たような雰囲気を感じますね。銃や鈍器を使ってボッコボコにしたり、ボウガン撃ったり、感電させたり、凍らせたり、とにかくバイオレンスでいいですね。最大8人のオンラインマルチプレイに対応とのことで、ぜひ仲のいいフレンドとね、殴り合い、抱き合い、打ち合いたいですね。というわけで、今回は今後2022年中に Xbox で発売予定の最新作をご紹介しました。皆さんはどのタイトルが一番気になっていますか？私のチャンネルでは今後も Xbox 向けの動画を作っていきますので、よかったら高評価とチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。 Twitter の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。